お小遣い。くっ、欲しがれ、欲しがれよ、職を失ったばかりだぞ。さあ、大魔王アスモは東の方に飛んでいったらしいけれども。お、進めるようになるか。ん？いける？大きな岩が道を塞いでいる。お任せください。お、やってきたー。てか、後つけてたの？ちょっとお待ちを。うわー、生きれ。ありがとう。ランプの魔人、バイバイ金が岩を吹き飛ばしてくれた。どうぞお通りください。ありがとう。あれかな、まあ、東に向かうはずやけん。ってことはあの岩が邪魔になるなって思ってついてきてくれたんかな。もうちょっとでまたクイズが、クイズマンがいらっしゃったよ。楽しいな。いや、こういう旅を楽しんでいられるのはいいことだね。めっちゃ疲れとるやん。楽しんじゃなかったんかい。超寝てますけど。あれ、ミラは？もう見えない位置に。敵が、敵が現れたよ。ちょ、ミラさん、寝てる場合じゃないでしょうよ。楽しいってはしゃぎすぎたかな。よし、いけいけ。やったー。いや、先に進んだとはいえ、まだ全然余裕で倒せるところやけん、いいね。ここはまっすぐ行って、抜けれる感じ。なんか速攻でつきそうな感じがする。よし、行け、ライトニング。お、そしてなんか、いつの間にやらしれっと、しれっと、ね、落ち合っているミラさん。どこで、どこで合流したんだい？一緒に走るのいいよね。寝てたのに。戦いの後ってさ、汗でびしょびしょだよね。だよねー。あの感じ大好き。変わってるね。その後にお風呂に入ってさっぱりした時の方が絶対いいと思うよ。お、速攻で着いた。お、両方とも好きレベルアップー。好き。もう言い切ってるね。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。めっちゃポーズ取るやん。まあ、ムキムキやしね。はい、それじゃあ料理を。お任せで。あー、私だけ。私だけ。悲しい結果になってしまった。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。クロスハートローブが欲しいです。これはリミちゃんやね、またしても。ください。お、MP 飴になるんじゃなかろうか、これは。結構前からちょっと分かってしまったよ、ほら。ね。ゲームピー飴を1個ゲット。まあ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 、大事だから。はい、それじゃあ、お小遣い。お、武器？魔法石のステッキ。これさっきルーレットでゲットできんかったやつかな。イエーイ、いいね。似合ってる、似合ってる。魔法使いはなんか色々と可愛いよね。服装も武器も。はい、そしてミラさん、マミーの翼。お、ムキムキから脱出。ちょうどちょっとね、ハロウィン時期やったりとかもするし。マミーの翼を買ってきた。これちょっと薄汚れ取るぐらいの方がいいんかな。ピンク可愛くない？え、これ可愛い。いいね、いいね。ピンクの包帯。斬新。はい、それじゃあ出発しよう。あとはちょっと、今ね、クルミンも早くムキムキを出したい。小悪魔の服、翼を12種類集めよう。達成。お、そしてここでクイズマン。王様が、王様があんなところに。
再び出てきた。ちょっと待った。はいはい、待ってます。いつまでも遊び心を忘れない。私はミスタークイズマンだ。君に本物を見抜く力はあるか。今日のクイズは本物は誰？やります。それではレッツクイズ。本物は誰？全部で3問。さあ行ってみよう。1問目、ミラはどの人？はい、そう、私こそ真のミラだ。正解だよ。やるじゃないか。2問目、ユーカはどの人？え、待って、ちょっと待って、どれ？これ？あー、よかった。なんか微妙な違いじゃなかった？ちょっと迷った。3問目、キャンディーはどの人？え、大きさ、どれ？これ？あー、よかった。バランスがね、なんか微妙に。サイズ感違うの可愛いんやけど。お見事、おめでとう。君には参ったよ。これをあげちゃおう。ゲーム券3枚ゲットありがとう。ではまた会おう。いいね、いいね。お、まだ王様のところには行けないのか。刻むね。行くか。イエイイエイ。そうとは言えないよ。そう、イエイイエイぐらい言わせて。それ、新しい服だよね。なかなかいいんじゃない？ふっ。服を褒められて嬉しそう。かわいいよね、この包帯のやつ。好きかも。二人はあげるを覚えた。相手が回復グッズを使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。優しい。ちょっと休みたい。しっかりね。あの服ってどうなんやろう。通気性いい感じなんかな。ちょ、上行こう、上。はい。上に行ったらこれ多分王様に出会えるんじゃないかなと思うんやけど。多分ね。はい、おはよう。クルボンの部屋に行きたいな。よし、行きますか。はい、どうぞ。この部屋のルールを決めよう。いいね、賛成。部屋をいつも綺麗にすること。うんうん。宿屋をずっと綺麗にすること。うん。この世界を全て綺麗にすること。スケールが大きい。スケール大事よ。はい、それじゃあ、料理をお任せで。4人でいただきます。あー、今度はクルミンだけ。ダメだったな。はい、それじゃあ、お小遣い、いや、ちょっと待って、ゲームコーナーでルーレット。お、クロスハートローブ、またしても来たよ。さあ来い。今回は全部平等な感じやね、割合的に。あー、しかしピア旅行券か、これは。いや、 MP 雨だね。またしても MP 雨だね。 MP 雨を1個ゲット。はい、それじゃあお小遣いいきますか。お、武器、ケイトの手袋。こんなに可愛いものを身につけているのにムキムキなんだ。つらい。あれ、ケイトの手袋さっきピンクじゃなかった？服に合わせたってことかな。そしてアユの実験ボトル、いいね、強くなってくよ。この服にも合っとるし、いい感じ。さあ、そして、はい、お、もうすでに着替えるの？石像の翼。何色があるかな。MP 飴を1個。なんでやねん。お釣りの2100ゴール、お釣り多いな。はい、それじゃあ出発しましょう。次は王様かな、多分。よし、行くぜ。猫の武器、手袋を5種類集めよう、達成。料理を食べさせて素早さをプラス10以上にしよう、達成。どんどん達成していく。お、これで
王様のところに行きますね。寝てるのあれは。めっちゃ食ってる。どこに行っても食ってる。むしゃむしゃもぐもぐ。おお、そなた。顔。その肉は物欲しそうな顔しておるの。違うよ、くれてやろう、とっておきだぞ。食べかけじゃね。食べかけじゃね。王様の肉ゲットじゃないよ。食べ過ぎに気をつけてな。言われたくないです。それだけ、それだけか。じゃあこの先右に行ったら次のところに進めるってことかな。行くか。あれはなんでわざわざね、あんなところに移動してまで肉を食ってるんだ。食べてる環境が大事なのか。運ぶ人たちも大変やね。はい、じゃあ右に進んでいきます。そのまま真っ直ぐ。私風になる。定期的にさ、あのオアシスの水飲みようやない。暗くなってきた。バーベキューだ。おー、いいね、美味しそう。それは何、王様の肉。あ、これも焼いてみよう。もう あからさまに様子のおかしなものだけど。ちょっと待って。この子、あたし。ドキドキと。おお、美味しい。マジでただ単に美味しいもの独り占めしたみたいな感じになった。まあそういうこともあるよね。うんうんうん。やがて夜が明けた。さあみんな起きて、出発するよ。よく寝たー。よかった、毒じゃなくて。でも怪しげな顔しとったし、確実にクレミンはあれだ、毒キノコを誰かに食べさせるつもりだったに違いない。一見美味しいって言われて、みたいな。あー、私が食べればよかったーってなるよね。お、これ気持ちいい。はい、一気に助けた人数、カウントが増えてく。まだまだいけるよ。まだまだ行きましょう。お、そろそろ着いたー。ほい。お、なに。なんか結構短くなかった、気のせい。あれ、みんなはもしかしてまた大魔王アスマに。ほうほうほう、その通り。笑ってんじゃねえよ。また大魔王アスマに猫身を襲われたのだ。隣のを救って油断しておったかな。サナとの仲間たちは大魔王に連れ去られたぞ。よし、追いかけよう。あ、またまたまた職も全て失ってしまった。そなたの科学者の力も封印されておるの。がっくり。ちょっとここまでつぎ込んできたお金を返せ。仕方がない。また新しい力を授けよう。さあ、選ぶがよい。今度もちょっと新しい職業を増やしておいたぞ。お。じゃあ今回私は何になろうかな。とりあえずこのページは料理人だけなってないんか。で、料理人がなってなくって。で、戦車姫花。花。戦車姫花。この4つから、まあ、選ぼうと。さあ、どうしましょう。じゃあ、とりあえず、ここは、料理人で行きますか。アスメの時はね、3回目の職業は戦車やったけど、今回私は料理人で行きます。いいね。手にする武器はフライパン、攻撃も回復もお任せ。ここで回復が。はい、オッケー。ちゃんとした回復ね。いいね、いいね、いいね。よし、それでは行くがよい、料理人あゆなよ。ほっほっほ。行くがよい、料理人あゆなよって言われてもね。お、一方その頃。なんだか懐かしいメンバー。熱いね。やっぱこの最初の初期の3人が、なんか、なんていうん、真面目な冒険者的な雰囲気に出とるよね。うん。あれ？この後の三人、後の三人さ、なんか、すごい、ファンタジーな感じする。
どうも。じゃ、世界観違うよね。君たちは？さらわれてきたんだ。大魔王アスムニ。そっか。私たちと一緒だね。君たちって、アイナの仲間かな？そうだけど。やっぱり。私たちもそうなんだ。なんでわかる？どこでわかる？へえ。じゃあこの6人みんな仲間だね。そうだね。確実にこっちの方が強いやんね、私一人より。アイナも頑張ってるんだ。私たちも。何度かこっから脱出しないと。うん。みんなで力を合わせて、頑張ろう。みんなちゃんと動いてる？ずっと同じ場所におらん？脱出しようとしよるんかな。よし、じゃあ料理を。さあ、もう私は料理人だからね、ちょっと食事にはうるさく。満足いったみたいやけど。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。はあ、なんもないやん。え、なんにもないやん。ちょ、服とか用意しといてよ。MP 飴？その辺のものは別に取られてないよね。はい、MP 飴1個ゲット。はい、そして、お小遣い。くっ、欲しがれよ、職を失ったばかりだぞ。にして出発しましょう。あー、またしても一人寂しいわ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。